ホンダの米国部門は12月8日2023年1月1日に、米国ロサンゼルスで行われる恒例の新年行事、ローズパレードの公式車両に、中型 SUV パイロット新型のオフロード仕様トレールスポーツ、ホンダパイロットトレールスポートが起用されると発表した。 ロサンゼルス郊外のパサディナで開催されるローズパレードは、米国の代表的な新年行事の一つだ。2023年で134回目という長い歴史を持ち、新型コロナウイルス、SARS、COV、2の感染拡大の前には、毎年およそ100万人もの観光客が訪れていた。パレードには、 様々なフロートが登場する。フロートとは大型の台車のことで、日本の祭りの出しのようなものだ。ホンダは、フォーエバーデターミンドを、テーマにフロートを制作し、2023年もローズパレードに参加する。このローズパレードの公式車両として、新型パイロットのトレイルスポーツが起用される予定だ。 米国のホンダブランドで最もパワフルな V6 搭載。パイロットは CR-V を一回り大型化したボディを持つ北米専用の中型 SUV だ。このパイロットが7年ぶりにモデルチェンジを行い、4世代目となる新型が登場した。新型パイロットにはトレイルスポーツが設定される。 ホンダの米国向け SUV やピックアップトラックにオフロード使用者として設定される新シリーズがトレイルスポーツだ。第1弾にはパスポートが選ばれた。これに続くトレイルスポーツの第2弾モデルがパイロットになる。パワートレインは3.5リットル V 型6気筒ガソリン自然吸気エンジンだ。米国のホンダブランド市場。 最もパワフルな V6 エンジンは最大出力 285HP、最大トルク 36.2Kgm を発生する。トランスミッションはパドルシフト付きの重速 AT を組み合わせている。オフロードチューンのサスペンションパイロットトレイルスポーツには専用ブルーのデフーズドスカイブルーのボディカラーを用意する。 室内には専用のオレンジ色のコントラストステッチやトレールスポートのロゴが刺繍されたヘッドレストを装備した専用デザインを採用したオールシーズンフロアマットは雪や泥からカーペットを保護する機能を発揮するスライディングパノラミックサンルーフが標準装備されているオフロード用にチューニングされたサスペンションを専用装備した 最低地上高は約2 5トル引き上げられており、アプローチ、ディパーチャー、ランプブレークオーバーの各アングルの性能を向上させた。スタビライザーバーをはじめ、スプリングレートとダンパーバルブのチューニングも専用とした。パイロットトレイルスポーツは、オフロードでのトラクション性能を向上させるオールテレーンタイヤと、 車体を保護するスキットプレートを備えた初のホンダ SUV になる。コンチネンタル製のオールテレーンタイヤは 26560R18 サイズ。砂や泥、岩の多い地形、雪上での性能を追求している。専用の18インチアルミホイールは、オフロードでの損傷からホイールを保護するデザインとしている。 強化された AWD システム。スチール製のスキットプレートは、ホンダパワースポーツのエンジニアと共同開発された。これにより、オフロード走行時、オイルパンやトランスミッション、燃料タンクを保護する。AWD システムも強化された。トレイルモードでは、トレイルトルクロジック、オフロードシステムが、 VTM4 トルクベクタリング前輪駆動システムのエンジントルクを最適に配分する。同時にフロントのブレーキにブレーキベクタリングを行い、ホイールスピンを低減させる。トレイルトルクロジックはリアークスルに送られるパワーも制御する。例えば、厳しいオフロードを登る場合、タイヤが一時的に地面との接触を失う可能性がある。 この時、パワーは最も牽引力のあるタイヤに伝達される。トラクションのマネジメントを強化し、オフロードをスムーズに進むために、全体の25%のトルクが牽引力のないホイールに送られ、タイヤが地面に接触するとすぐに駆動力が伝達されるようにした、としている。